皆様こんばんは。本日もフライデーナイト。毎日一番よく練習しているピアノの先生って誰？あ、はいな。余興でゼルニーの曲を弾きましゅ。子供たちと同じ目線で楽しく学ぶことはこの時期大切になってきますよ。二丁丁thank you.
ツールに左手のための練習曲でございました。先生ももちろんミスや間違いはあって当たり前だのクラッカー。毎日天気もコロコロ変わり、今日はこの曲が弾けてよかったわ、今日はこれをやってみたわ。人から言われてやる練習より、自分が好きなこと、自分がやりたいから練習はします。雨も梅雨前線も活発化し、養護の皆さんは決して自分のペース、1日5分、できるときに5回、少しどんどんメロディーを歌いながら弾いてみてください。新しい、特に新しい練習曲に入るときはちゃんとメロディーを先生と一緒に歌いましょうね。一緒に次の曲の先行体験という言葉がありますが、ちゃんと新しい曲に入るときはメロディーを歌いながら弾いてみましょうね。一度に初めて練習する曲を両手で合わそうとするから、ああむずいわ、難しいわとなってしまうのです。まず新しい曲に入るときはメロディーを歌いながら弾いてみる。できたら左手だけ練習してみるなど、練習のコツもあります。それでは明日もね、皆さんも大丈夫よ、子どもさんの能力を生かしてあげる、大切に能力や長所を引き出すような言葉がけをかけてあげてください。子どもたちというのは褒められる、自分は大切にされている、可愛がってもらっているというふうに感じることで、もっとわーい、嬉しいな、ついてるな、お母さんに甘えん坊な子もいますが、先生にも褒められると嬉しくなり、誰でも自分を可愛がってくれる人はちゃんと先生の話もちゃんと聞いてくれます。気遣いも大切ですが、練習すれば必ず自分に自信を持つこともできます。それではまた、草食ジャンケポン、生まれたって10歳、20歳、40歳。それでは明日もね、先生とのお約束、守ってくれる良い子はちゃんと明日もいいことがあります。頑張れば必ず神様は見てくれております。どれにしようかな、神様の言う通り、指切った。それではね、まさに曲を読み解くというのは事実に集中を要します。人から言われてやるのではなく、自分から次は何をしたらいいですか、次はどうすればいいですかと、わからないことも人に聞きましょうね。人間 100% 完璧に何でも1から100までこなせる人は本当に少ないのです。自分なんかダメよと思ってはいけません。学校行っても先生に褒められる、先生と仲良し、何でも
学校行くのも楽しくなるし、ピアノできるのもなんだか楽しいな。先生と消しゴム落としもできるし、ガチャピンもできるし、波及のことのこともできるし、なんかお楽しみがないと。レッスンにお楽しみタイムも作ることは大切です。それではね、さようなら。本日のゲーム、怪人21名相撲、ポワポワでもマイボー。なんか悪いことしたのかな。誰か来たな。企むのが陰謀。なんかしたいんだけど、なかなか気力が湧かないわ。何かしたいんだけど自分ではできないわと思うのが尻が重い。尻が重い。なかなか行動に移さないというのは悪い例え。尻が重いです。尻が軽いのはますます尻軽ではトップになりますが、何か今日はやってみようかなという意欲や練習の意識、毎日の目標を、小さな目標を立ててあげることでちゃんと成果が出ます。それではね、練習すれば自分に自信も持ち、相手も尊敬し、相手をリスペクトする、これも大切です。それではね、さようなら。